ああ、思ったよりちっちゃい。はい、どうも、はるです。ちょっと前に、マイクラ市に巨大な豚を召喚して、なんか、崩壊させるっていう動画を上げたんですけど、あれね、ちょっと、やっぱ僕のワールド重くなっちゃって、なんかうまくいかなかったので、今回ちょっとリベンジということで、新しいモッドを入れました。で、そのモッドっていうのがね、もう、現時点で重いな、おい。もう、現時点で重いんだけど、大丈夫これ。で、入れたモッドが、エレメンタルクリーパーモッドっていうモッドで、これこれこれ、なんか、いろんなクリーパーを追加するモッドなんだよね。で、例えば、このファイヤークリーパーとかだと、ピースフルだ、これ。ピースフルだわ。じゃあもう、ハードでいいや。人生ハードモードだから、俺。で、ファイヤークリーパーを、ポンと置くやん。で、ちょっとサバイバルにするね。何？ちょ、待って。ゲームモードを、もうすでにグダグダなんだけど、大丈夫かな、これ。で、爆破するやん。すると、こんな感じで、まあ、炎が巻かれるわけ。いっちょちょ、熱い。あ、待って、羊毛燃えちゃってる、これ。おい、誰か消せ、これ。はい、というわけで、ちょっとした大惨事になっちゃったんですけど、ちょっとした大惨事になっちゃったんだけど、まあ、続けます。このように、なんかいろんなクリーパーを追加するんですけど、ちょっとその詳しいことは、まあ、他の人がいろいろモッド紹介、結構有名なモッドなんでね、このエレメンタルクリーパーモッド多分やってると思うんで、まあ、他の人の動画を見てくれ。で、僕は今回はこのビッグワットクリーパーっていうね、卵を使って、これ巨大なクリーパーを召喚するんだけど、ちょっとこれで、ちょっと、マイクラシオね、あれだよ、あれしたい。壊した、投げ散った、ちょっともう。よっしゃ、それでは、ちょっと、この巨大な匠を召喚したいと思います。いただきます。だ、こいつの爆発力がどんぐらいかって、俺もまだよく分かってないから、まだ分かんない。はい、出た。あー、思ったよりちっちゃい。巨大な豚の何分の1よ、これ。何分の4、もっと俺ズドーンと来るかと思ったけど、大したことねえな。どうしよう、どうしよう、大したことねえな。めっちゃ踊ってるし。じゃあちょっとこいつ出しまくるか。こいつを出しまくって、破壊してもらおう。はい、どんどんお前ら来い。もうこのシャドウを埋め尽くせ、お前ら。うん、え、あ、ごめん、ごめん。 埋まってる、ごめん。よっしゃ、これで、じゃあ満を持して。あ、待って待って、ごめんごめん、マジごめん。あ、しかも投げちって。ちょっとここの高速道路の上にもポンと出しといて。じゃあこれで、まあ、ちょっと爆破してもらおう。サバイバルにすると。さあ、いきます。あ、待って、体力が思いのほかない。待って、うわ。思いのほか体力がなかったっていう。 待って、あいつらどこ行った？この辺か。あー、いたいた。うーん、思ったより大したことない。